あるのガルギね、野茂さんの赤堀とか赤堀、はい、結構若くしてみんな球速かったじゃん。速かったね。でスピード感が藤寺球場にもついたのよ、ちょっと。でロッカーで何キロ出た今までみたいな話になって、響は確かマックスが140ぐらいだった。だけど野茂をはじめ他の連中みんな145ぐらい出るから、いや響さん遅いねっていう話になったね。そしたらやっぱりあいつはそういうところに火がついちゃって、試合でその日試合で投げてる、投げたらもうすぐもうスピードガン見た。当時後ろしかないからね、スピードガンの表示がね。投げてスピードガンってやってるから、その回チェンジになって、もうピッチングコーチがお前誰と勝負してんだ、前向いて投げろちゃんとっていう話になって、で入木も考えて今度はこっちから見るようになった。投げたら勢いで回っちゃって、